こんにちは、ミシェールちゃんです。マギームイです。アニタ対岡原、チキチキ3本勝負決勝の3回戦は、千穂ちゃん、トウコちゃんに代わって私たちが司会を務めます。なんでかな。なんでもね、千穂ちゃんの交換日記の相手とトウコちゃんに手紙を出した人が同じ男子だったらしいの。それで2人は今その辺の関係を調整中みたいよ。男なんてもう信じない。君は僕のメロンちゃんって言ったのに。中学生ってすごい。ま、それも青春だ。解説は日本最後のブライハ作家、すみれ川先生です。ういっす。第3回戦は頭の良さを競うクイズ対決ね。クイズ、ピンポンとかブーとか。その通り。しかもただのクイズじゃないわ。アニタさんのマブダチにして岡原くんの幼馴染ひしいしさんに関するクイズ、ひさみちゃんよ。私？そう、香港生まれのアニタさんと千葉生まれの岡原くんに平等を期するために、ひしいしさんという素材が選ばれたの。そんな恥ずかしいよ。ひさちゃん安心して、私が全部正解してみせるよ。そうじゃなくて。女心のわからんやつだ。一応女の子なんですけど。先生、なんとか言ってください。西園、クイズの問題ははっきりくっきりきっぱりさっぱりしっかりと言うんだぞ。任せてください。そうじゃなくて。第1問。始まっちゃった。その魅惑のハニーボイスで聞く人すべてを虜にしてしまう魔性の女、ひさみちゃん。私、魔性じゃない。ではそのひさみちゃんが小学1年生の時、こっそり一人でカセットに吹き込んだ自作のマイポエムのタイトルは。ちょっと待って、ひさちゃんポエム作ってたの。しかも録音してたんだ。意外だ。誰もが一度は通る道よ。さあさあ答えて、ズバーンと。ダメ、答えないで。いや、だってわかんないし。岡原くん、チクチクトンデラマイハート、恋の授業に遅刻しないで。ピンポンピンポンピンポン。岡原くん1ポイント。うっしゃー。なんでトールちゃん知ってるの。え、偶然だ。偶然で当たるかんの。もうどういうことでしょうか先生。そうね、多分ひさみちゃんの家に行った時見つけたり聞いたりしたんじゃない。うわ、岡原最低、女の敵。だから偶然だって。第2問。太い、黒い、大きい、眉毛が頼もしいひさみちゃんですが、毎晩欠かさないお手入れの方法は何でしょう。岡原くん。ブラッシング&トリートメント、ドキドキ脱毛。ピンポンピンポンピンポン。岡原くん2ポイント。いやー、だからどうして知ってるの。どうしてでしょう先生。偶然見ちゃったんじゃない。なぜか夜家の近くをうろうろしてて。中学生って大変。岡原、ほどほどにな。ほどほどに。違う、ただの推測だ。それはそれで失礼だよね。っていうか妄想って言わない。岡原リーチ、この勝負は3ポイント先取した方が勝ちなのよ。今言うな、そういうこと。第3問。一気に決めるぜ。負けるもんか。キラリと眩しいひさみちゃんの魅力といえば、なんといってもそのおでこですが、その縦幅は何センチあるでしょう。はい、アニタさん。やった、アニタちゃん頑張れ。こんなこともあろうかと、昨日体育の時間に測りっこしといてよかったよ。答えは7センチ。なんで。岡原くん、データが古いぜ。成長期を甘く見るなよ。今日のひしひしは昨日と違う。7センチと3ミリだ。ピンポンピンポンピンポン、正解。とどまるところを知らないおでこ、やはり若い女子は侮れん。先生、喋り方が全く親父です。すごいわひしひしさん。おとなしく見えても
おでこはもう大人なんだ。いやー、可愛い生徒の成長に先生も一本取られた。見ないで、そんなにじっと見ないで。第1回兄と対岡原チキチキ三本勝負は岡原くんの勝利でフィニッシュよ。やったやった邪魔見ろなんかすっげー悔しい。でも第1回ってことはあるんだ、2回目。おう、何回でも叩きのめしてやら。トールちゃん、え、ひしひし、俺お前のおかげで、トールちゃんの、トールちゃんのバカチン。うわっ、うわっ、まあ意外な展開。チャンピオン岡原、必殺ひさみちゃんパンチに吹っ飛びました。痛そう。何でちゃん、ああ、よしよし、あんなストーカーの幼馴染持つと苦労するよね。なんでだ、俺勝ったのに、なんで殴られるんだよ。岡原、それが男の辛いとこだ。そうよ、あんたは試合に勝って勝負で負けたの。なんでだよ、そう、わかんねえよ。いいぞいいぞ、今夜は飲もう。ありがとう、ありがとう。ではまた明日、第2回兄と対岡原チキチキ7本勝負で会いましょう。毎日やんのか、こんなの。